お泊まり保育インタビューで、はい、来ていただきました。はい、2人にはね、本当はハイキング行ってく予定だったんだけど、あまりの暑さに断念をいたしまして、水遊びになりました。はい、水遊びの様子報告してください。2人が遊んでたよね。だからもう子供たちよりも先生たちがはしゃいちゃって全力で遊んでましたが、はい、水鉄砲でピシュピシュってやったり、うん、シャボン玉もあったんですけど、うん、綺麗にすごい飛ばせてて、うんうんうん、上手だった。楽しそうでした。うん、八木先生どうだった？もうホースとかで子供たちをこうかけるんですけども、うん、子供たちもバケツを持ってピシャーって、うん、3倍ぐらいやられてたよね。お着替えしました。びしょびしょだったもんね。はい、おやつはどうだった？おやつもね、子供たち、あ、特別な先生のね、うん、食べ方で、あれだと食べるでしょ。キュウリほぼ完食じゃなかった？みんなすごかったですね。キュウリ残してる子見なかったね。トマトちょこっとね、食べれない子いたけどね、うん、苦手な子も挑戦してみるって言って、うんうん、一口食べる姿が、そうだよね、ペッてやってた子もいたけどさ、だって大事だよね、挑戦してみるっていうのがね、そう、そうなんですよ。あれが八木先生友部幼稚園の伝統のおやつの食べ方なんですよ。で、これね、動画上がるまで皆さんわからないと思いますが、後で動画上げたいと思いますので見てください。じゃ、まだまだ続くのでね、大丈夫、バテてない？大丈夫。はい、松田先生バテてそうな、大丈夫、OK、 じゃあまだまだ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。